はい、皆さん、こんにちは。今日もやっていきたいと思います。前回ですね、塩を取り忘れてですね、川の方作れませんでしたが、今回は塩の方取ってきましたので、作っていきましょう。こちらですね、塩、そうなんだ。水入れの皮袋も必要ということなので、これもちょっと作っていきましょうか。とりあえず2つぐらいあればいいのかな。海辺で8番ですね。これを押して、すくえば OK ということで、これ3つぐらい作っておきましょうか。これを使って塩と一緒に、すると塩漬けの皮ができると。さあ、これを1回押すだけでいいのかな。1回押すだけで1個できますね。また水筒の方は戻ってきます。さあ、これを、干していけばいいんだと思いますので、製作しましょう。製作する、これですね。あ、大丈夫大丈夫、ここで1個作れると。なるほど。メーターが溜まっていくと完成する感じなんですね。よしよしよし。これで3つは作れます。2つと、ちゃんとストックできるんですね。タスクの方ストックできますので、こちら入れていくと。よいしょ。これで2つ、3つできましたが、あと、何がこれで作れるようになったのかな。ちょっとタスクも見ていきましょう。これで、革の鎧。そして、金属を作りましょうと言ってますね。16個手に入れれば、後から鉄のツルハシにして戻ってきますと。ツルハシがあれば効率よく採掘できます。タイムマシンを使えば、シェルターにワープして戻ることができますと。そしてですね、まあ、インゴットを作るというのが目標みたいですね。ちなみに、あるね。革が2つずつ使うので、結構作らないといけないな。革製品をちょっと作っていきましょうか。とりあえず革が集まりましたので、まず靴ですね。そして鎧、帽子にズボンと。これら作っていきましょう。装備はどうするんだろう。このまま右クリックで、違うな。捨てるとかになってますね。ここの中に入れていく感じですかね。こういう感じですね。よしよしよ。これで全部の装備ができましたと。続いてですね、山の方に登らないといけないんですけど、恐竜時代は山が多分ないんですよね。ということで、時代を遡ってですね、しかありません。さあ、こちら原始時代ですが、ここは近くに山が見えましたので、山の方までとりあえず走っていきましょうか。さあ、こちら山の方まで来ましたね。なんか木か。結構いろいろものがありますね。どうだろう。ツルハシ使って壊せるとしたら、これでっかいやつかな。ちょっと色が、これか、やっぱり。これが金属の鉱石みたいですね。何個取ったんだろう、今ので。今ので5個ですね。1つのでっかい塊から5個取れるっぽいので、これを16個以上集めていくと。いう感じですね。よいしょ。ここでもこう、これ6個取れてますね。結構山登れない。角度的にちょっときついところもあるのかな。見えてはいるけど、危ない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 。落ちる落ちる。危ない。死にかけた。死にかけましたが、徐々に体力は回復してますね。無理して登るとかなりやばいので、無理しない程度に石を取っていきましょうか。他にもこれは、これ普通の石かな？これ普通の石ですね。別にそこまで上に登る。危ない危ない危ない。落ちる落ちる。なんか、これはどうかな？これも鉄ですよね。そこまで山の上の方まで登らなくても落ちてるっぽいな。よいしょ。これをとりあえず取って、現在25個ですね。まあもう一回来るのも面倒なので、ある程度作りましょうか。問題はこっちの時代に、作るべきなのか、それとも向こうの時代ですね。原始恐竜時代に戻って作っておくべきなのかが、ちょっとわかりませんね。まあ、いっか、ここ拠点近いんで、ダメダメダメ。すぎる。こちらの家の方に、なんだろう。金属作るものを入れていきましょうかね。ちなみにどうだろう。これか。炉ですね。岩が30、板が30、
あ、恐竜の皮が4必要ですね。ちょっと置いてきちゃったな。その他にも繊維が必要ということで、まあ岩とかは取っていけば問題ありませんね。あ、ちなみにここにも鉄鉱石があるので、まあそこまで遠くまで行かなくても良さそうです。さあ、ということで、恐竜の皮とか全部取ってきましたので、こちら炉の方、あ、板がないのか。板を作って炉の方を作っていきましょう。まあ板は簡単に作れますからね。木がいっぱいあるので、よいしょ、この木さえ取ってしまえば板は作れます。よし、こんなもんで OK かな。作業台もありますので、まあこれぶったたいて板を取ると。で、4枚か。30枚だったので、これを7回か、7回じゃ足りないか、8回ぐらいですね。やっていけば大丈夫です。よいしょ。何回やったかな。さあ、よいしょ。置いてと。これで何枚だ ?36 枚。これで OK ですね。で、炉の方を作っていきましょうか。あ、どこでいいんだろう。家の中とかも作れるのかな。家の、あ、家のここでいいかな。あ、ダメだ。ちょっとはみ出てますね。家、もうちょっとでっかいの作ればよかったかなという後悔はありますが。よし、ここに作ってみましょう。OK。鶴橋で建設と。はい、10% ずつですね。上がっていってます。よいしょ。おー、あー、煙突もちゃんと出た。煙突外出た?あー、出てますね。よしよし、いい感じで。ここはもう、火事場ですね。火事場になりました。丸太を追加というのがありますね。あ、もっとだ。4個の鉄鉱石を追加と。いうことで、これ、鉄鉱石追加する。フィーゴを押すと。こっちか。これかな?あー、着火しましたね。おー、ちゃんと溶けてる、溶けてる。これで4つで1個の、あれなのかな?あー、そして、水が必要なんですね。なるほど。これで最後、水を入れて作ると。よしよしよし、これで OK。どうだ?左クリックで水色を注ぐ。あー、できた!鉄の塊できましたね。よし、ちょっと見ていこう。これができたら次は、鉄の金床ですね。これを作ってくださいよ。ということで。あ、これですね。岩の塊が10。そして鉄の塊が10ということで、もう一個作らないといけないっぽいな。フィーゴを回すと。よし。これで、よいしょ。押した?押した?いや、燃えてますね。よし。今のうちに石の方もちょっと取ってきましょうか。石の方は鶴橋で、あ、カバさんいるな。砕いていけば問題はないと思いますが、あ、ないな。でっかい塊がない。鉄鉱石のところで、拾ってくればよかったですね。あ、これいけそうかな。さあ、これが何個だっけ?これが10個ですね。10個あれば作れるということなので、石を取ってきましょう。その間に、鉄の塊、インゴットの方はできてると思います。よいしょ。さあ、これで OK。よいしょ。これでインゴットを、あ、そうだ、水が必要なんですね。水をかけて、鉄。そして、これ、金床を作ると。入るのはここしかありませんね。つるはしで作ると。よし、ついに金属いきましたね。よいしょ。これで作れるのは、あー、なるほど。鉄の塊とか、鉄の塊めちゃくちゃ必要だな。2、6、10個ですね。10個必要ということで、4つで1個できるので、こちらの方はもっと取ってこないとダメですね。現在10個目の鉄のインゴットの作成中ですね。に襲ってきませんよね。よし、これで10個できました。まずこちらですね。つるはしの方を作ると。石のつるはしで作ってくださいよということで、まあ、これは OK ですね。よし、これで鉄のつるはしゲットですね。これはどこだ?石のつるはしなので、どこにあるのかがわからない。持ち物にはないけどな。続いて、まあいいや。続いて鉄の、斧ですね。こちらの方も、あ、9番に入ってますね。よいしょ。これで OK。あと、槍の方も作っていきましょう。あ、なんか、タイムマシンみたいなやつがあったぞ。
よいしょと。はい、これで OK ですね。で、これは何？鉄のタイムマシン。お、ということで、これも作らないといけないんですね。鉄の塊が2つに骨が4つみたいです。とりあえず鉄の塊を作りながら、骨はどこにあったっけな？なんか、あ、ありますね。骨、倉庫にありますので、これ問題なくいけると思います。で、今回いらないものですね。全部鉄製品になりましたので、石の方は置いていくことにしましょうか。さあ、ということで、こちらですね。タイムマシンが鉄のタイムマシンにアップグレードできます。石のツルハシで建設。あ、これ鉄でも一応いけるんですね。ツルハシなら問題ないということみたいです。よいしょ。これで、おし、来た。タイムマシンがアップグレードされましたね。タスクの方を見ていきましょう。これですよね、今。タイムリーなアップグレード。鉄の金床でタイムマシンをアップグレードし、さらに時間を遡ってみましょうと。食料を便利な鉄のの鋭い鉄の槍、そして川の防具を手に入れましょうというので、全部入れてやるけどな。これでワープするんですね、とりあえず。ああ、増えた。エジプト時代に行けるようになりました。さあ、この時代で役立つ新しいアンロックですと。技術ツリーを開いて、次に何をすべきか回復。あ、ちょっと待って、なんかいる。待って。ちょっと待って、確認する前に、やばいぞ。なんか変な。エジプト時代、こいつ違うだろう。これですね。タイムマシンの充電と風を組み合わせて砂漠を行き来する。あ、ちょっと待って。あかん。ちょっと待って。やばい。早速死ぬ。これどうしたらいいんだ？これやばいぞ。本当に。もうどうすることもできん。さあ、ちょっとやばい。逃げよう。よし、オアシスありますので、そこまで走りましょう。やばい。どこにいるんだ？ああ、襲ってきてる。やばいぞ、これは。ダッシュしましょう。スタミナもなくなってますね。何これ。これ、タスク呼んでる暇もない。困ったぞ、これは。さあ、逃げましょう。よしよし、ああ、来てる。ああ、食らった。攻撃食らってるけど、これどうすることもできませんよね。タイムマシンで戻るべきなのかな。さあ、ちょっと逃げ切ったかな。逃げ切った？大丈夫？とりあえず、オアシスまで逃げてきました。ああ、来てる。なんか吐くのかな？吐かない。水の中はどうだろう？水の中まではさすがに来ないかな？大丈夫かな。水にも湧いたらもうなすすべなしですね。うわー、ダメだ。危なかった。これ水の上でなんとかするしかない。さあ、ということで、化け物がいますが、ちょっと一旦食べ物食べよう。よし。で、ここ立っていられますかね。さあ、すること見ていきましょうか。砂漠の方を行くボートを作る。次は何と。エジプトの裂け目。ということで、まずはボートですね。川用ボート。あ、これか。砂ボートがありますね。丸太が250個必要と。こちらを作っていかないといけないみたいです。ただ、これ、どうすればいいんだろう。とりあえずこれ一旦戻って、集めてきましょうかね。さあ、ということで、ちょっと時代戻ってきましたね。こちらの方が平和ですので、ここで丸太を250本集めて、砂漠、エジプト時代に戻って船を作りましょうか。さあ、こちらですね。丸太の方が250本集まりましたね。ただ、重さが181キロともうえらいことになってしまったので、もう、これどうしよう。逃げることがもう全くできません。さあ、ちょっとやばいぞ。これ、どこだ？重量がもういっぱいなのでできませんので、ここで素早く作ってしまいましょう。ツルハシで建築ということで。うわ、やばい、出てきた。早く作るんだ。あ、ダメだ。これ死ぬかな。いやー、どうしよう。月を見て作りたいところですね。よいしょ。まだか。どこだ？出てきた？よし、遠くに出てきてますね。大丈夫。今ならいける。さあ、これで完成。乗る。乗りたい。よし、来た。おー、来た。いっぱい来た。さあ、これシフトでランニングって出てますが、どこに向かっていいのかもう分かりません。とりあえずどっか向かうか。うわあ、あっちにびっくりマークあるから、あっちなんだな、きっと。おお、すごい。うわあ、すげえ、吹っ飛ばされた。めちゃくちゃ吹っ飛ばされましたね。え、これ何これ、食らうとこんな風になるのか。ただもう目的地は分かっているので、大丈夫ですね。いや、すごい、えらい速いな。
そしてめちゃくちゃ飛ぶ。敵に押されたらもうほぼ死ぬぐらい飛びますね。まあ、今回は着地してもダメージは当たらないので問題はないですが、あの勢いで当たったら死ぬぐらいの速度でぶつかっています。よし、わあ、すごいなこれ。これなんでエジプト時代なんだこれ。あ、もう異世界ですね。よしよし、とりあえずこのびっくりマークの先に何があるかが楽しみです。ちなみにこれシフト押さないとゆっくりになりますね。あ、もうびっくりマークの場所見えてきたけど、さほど何かあるわけではなさそうです。よいしょよいしょ。あ、意外と遠いな。速度は結構出てると思うんですけどね。結構な距離があります。あ、やばいやばいやばい、怖い怖い。よいしょよいしょ、まだつかない。結構長いですね。よしよし、このままとりあえず進みましょうか。さあ、なんかちょっと街っぽいのが見えてきましたね。おお、嘘だろ、下からめっちゃ飛んで、すごい飛びましたね。よしよしよし、着いたぞ。ここかな、ここでいいんですよね、きっと。違うのかな。あ、ここです、ここです。あ、時空の歪みみたいなのが来たぞ。これはなんだ。さあ、これがな、あ、入ってしまいましたが、どうなるんだろう。さあ、時空の歪みから出てきましたね。技術エジプトへの裂け目が完成しましたということで、 E を押すと閉じるということで、タスク的には、ああ、もうちょっとですね、あと2つだけですが、まあ今日のはこれで終わってですね、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.